こんにちは、小沼雅也です。今回ですね、パツデザイン社から新品組のラブラ 90S が発売されました。ラブラ90、本当いくつでもこれが餌ですね。シェードやっても餌だし、これデーゲームでも本当いいですね。小さいんでこういう釣れてない状況では強いです。こいつはよく釣れます。この新品組の特徴は、僕が得意としている港湾部であったり、河川、サーフ、干潟、磯、いろんなフィールドで使える9センチリノです。で、実際9センチリノですと、一般的には普通サイズなんですけど、やっぱ大場所でやってる方ですと、ちょっと9センチだとちっちゃくてアピール足んないんじゃないかって言われますけど、全然これ動きも独特でして、アピール力もあって、全然9センチでもトップバッターとして使える機能を持ってます。で、レンジはですね、だいたい80から、1000分濃度のにもよるんですけど、80センチから100、その辺を泳いでくれます。このラブラ90をメインに、ちょっと橋脚の、今シーバススリド定番って言われてる橋脚のメインアンブを攻めたいと思います。しゃあ、そう、ありがとうございます。こういうの欲しい。はい、いい仕事すんね、ラブラ90。効きますね。はい、ラブラ90です。どう、ラブラ90ヒットです。おっしゃ、ナイスシー。ラブラ90がっくり、おぉ、やったー、いけてる今夜。シーバスってのはよってこうやって釣んだよ、言いたいよ早く。めちゃめちゃ嬉しいモグラで釣ったのが嬉しい。ラブ級スローで流れのドリフトで言いました。流れに乗ってる最中コンってきました。ガッツリいってますわ、ほらラブラで90、ほらガッツリいくったら、ほら横具合っす。すげえ、ホノルは釣れる。やばいな。ナイトシーバスに関しては本当いろんなエリアで使えるんで、ぜひ皆さんどんなフィールドも合うはずなんで、ぜひ試してください。で、ベイトは稚鮎であったり、イナッコ、イワシ、この3つのベイトフィッシュだったら全く問題なく使えるんで、本当いろんなフィールドにアジャストできる新規ミロです。ぜひいろんなフィールドで試してみてください。カラーは8色です。さすがですわ。何や、いや全部ルアーのおかげですから。知ってるこのルアー釣れる。